村垣貞行天保3年3月10日は、江戸時代中期の旗本。最初の意味名は、木の、通称、豊吉、佐太郎、左太夫。淡路守。五庭番家筋の村垣本家四代目。小二則行孫に、則政がいる。環状銀未役県五蘭の村垣気分の子として生まれる。安永7年に、 小十人格お庭番として召し出される。天命七年より九度にわたり、縁国御用を務めている。お庭番家筋では最高の回数。今日は三年に全部業、同四年に環状銀味役となる。文化二年から翌年にかけ、正木江戸地を視察。文化四年十月、松前奉行に任命。在職中に、十五位した、淡路守となるが、文化九年に、 病のため、正木き奉行を辞職。文化十年に、作事奉行、文政元年から天保三年まで、環状奉行を務める。老中、水野忠明の下で、幕府財政を担当。諸国河川修復、金銀海中江戸町会所貸付金干渉、諸国総国高検査など担当。天保三年、在職中に死去。 国高は環状奉行就任時に500国となり、文政5年に200国、同12年に500国の数を受け、1200国となる。江戸地視察に際しては目付け、東山影国が同行しており、江戸地の記録を西江戸日記にまとめて幕府に提出した。着難で、村垣家五代目左太夫、乗幸の次男乗正政が、天保二年に分家し、与三郎を、 淡路守を名乗っており混同しやすい。のりは、万、ま、円元年、県米福祉として、アメリカに渡り、日米修航通商条約批准書を交換。の行の諸婚は、同じ五庭番家筋の河村治富の長女体で、ある。婚姻二年目に死亡、子はなかった。ありがとうございます。